皆さん、こんにちは。山あかりです。あかりチャンネルです。お元気ですかこんにちは。なんかあの、えー、このね、ライブを聞いてくださってる皆さんから、えー、あれ聞こえない聞こえたえー、なんかあのね、最初の方が、に、あの、なんか、CM が入るから、あの何、最初何っていうか聞こえないみたいなことね、言われ、最初になんか音楽をつけろとか言,って言われたんですけれども、あ なんかあここから始まりました。ようやく始まりましたか、えー、こんにちは、えー、始まってますかね、えー、あ聞こえましたけど、あのね、今気づいた、今気づいた、あのね、こう画面がこう始まるじゃないですか。で始まって、えーね、カウントされるわけ、0、1、2、3、4ってカウントされるでしょで、その後ね、しばらく数十秒ぐらいすると、 カウントがライブがまたカウントがゼロにも今戻ってて、ね、ゼロから始まったわけ。だからもしかしたら最初の2、30秒はあの皆さんには聞こえてない可能性があるということですよね。私今気づきました、はあえ。これまで気づかなかったです。申し訳ありませんでした。と、え、い、ー、うことでね CM かあ、CM かもしれない。私自分の,あの動画を見ないんでど、どんなふうな具合で始まるのか。 よくわからないんですけれども、もしかしたら最初が聞こえない,ないのかもしれないね。は,あはい、はいはい、そうですねたそう、そういうことですね、皆さん。ああ,あの気づくのが対応、えー、遅れて申し訳ございませんでした。はい、あ、そういうことですね。はあ、CM で始まるから、えー、10秒ぐらい、多分十10秒よりもっとありませんでし十5秒ぐらい、10秒ぐらい。はあ えー、それから始まると。とか、最初に私がいくら、こんにちはとか言っても、誰にも聞こえないという、そういうことですね。はい。申し訳ありませんでした、ね。今、気づかないで。はい、えー。でもあの、えー、今、気づいて、今日気づいたので、今後は、はい、気をつけようと思います。最初は何してもんですかね、えー。こう、体操でもしてるんでしょうか。こう、えグッパー、グッパーとかね。えー、なんか、これは、あー、パーとか、ね、やいちですとか、こうね、やってみます。こんにちはとか言って。 はい、そうだろうですか、やりましょうか。まあまあ、やっても誰にも聞こえないということですけれども、はいえー、今日はあの小島電機が入っそうですか、そうですか。CM もね、何の CM が入るとかね、ほら、あのー、選挙期間中なんて、あれでしょ、あのー、参政党とか、維新の CM とか、私の動画に入るとか言って、なんや、それっていうね。 何やそれっていうね、はい、そういうこともね、あったんですけれど、今選挙終わったんで、こ小,島小島電気になったんですかね、はい、んかどんな CM ついてるのかちょっとよくわからない、田中角栄と田中角栄ちょっと分かんないですね、しし,し,したら、面白かったらやりたいんですけど、田中角度、全然まあ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 、そういうことでね、はいえーあのー、今日は、今日はね、あのあ今日は私、皆さんに、ね、報告しなければいけないと思う ではい、えー、今日はその報告、何のご報告かというと、えー、昨日うね、えー、日本保守党の、えー、公式、えー、アカウント、日本保守党の、ね、あとホームページで、えー、お知らせがあった通りで、皆さんあの、えー、ご存知ご案内のとおりだとは思うんですが、私、あの日本保守党の東京中国の、えー、支部長を退任いたしました。はい 退任させていただきました。はい、その、えーまあ、ご報告でございますね。えー、昨日、えー、出た、えー、発表ですね、えー。こちらになります。私、今、印刷してまいりましたよ。はい。えー、でね、こう、支部長の移動についてって,言って書いてあるでしょう。で、えっ、ー、と、衆院東京15区、えー、支部長の移動がありましたので、お知らせしますというふうに言って。で、えー、私がね、えー、飯山あかりが、えー、退任と。 失病療養のためというふうに書かれていますね。はい。で、移動の経緯と理由と。で、飯山アカリは、えっ、ー、と、3月5日に、えー、支部長に就任、就任して、えっ、ー、と、4月28日の、えー、補欠選挙に、えー、本党公認候補として、えー、立候補し、議席を争いましたと。えー、結果敗退したものの、24,264、えー。24, もの票をいただきましたことは、えー、大変な、大変光栄なことと思っておりますと。地元の皆様に深く感謝しております。でねえー、しかしながら、選挙戦の最中、えー、4月19日より、外選現場や選挙事務所において、妨害に遭い、この日を境に、えー、飯山氏はみ耳鳴りなどの症状に悩まされるようになりました。 えー、投開票日翌日の4月29日、専門医を受診しましたところ、過量が必要との診断が、えー、下りました。で、病名非公表というようになっておりますね、えー。で、この非常事態を受けて、えー、協議し、誠に残念かつ遺憾ながら支部長移動を決断するに至った次第です。えー、東京15区の皆様、とりわけ日本保守党の飯山明をご支援くださった皆様には、 誠に申し訳なく、えー、お詫び申し上げますと、えー。ただし、今後も日本保守党は江東区に支部を置き、活動を続けてまいる所存で、えー、ありますと。で、飯山あかりは今後も日本保守党の政策アドバイザー、特別党員として、えーね、ー助言する旨を約束していますと。今後もよろしくお願いしますと。はい。こういう、こういう、はい、文面に、 なっております。はい。こういうことで、えー、ございます。ということでね、えー、私、あのー、まあ、東京15区の支部長は、えー、退、退任いたしましたと。でね、まず、えー、私がまず申し上げたいのは、えー、これはね、以前から申し上げておりますが、私に投票してくださった、えー、24,264人の方々、本当に、 ありがとうございました。そしてね、あの、えー、このね、この数字っていうのは、えーまあ、本当にあの私があ考えていたより、まあ、ずっと多かったですし、えー、というのもね、ほとんどの、江東区に住んでらっしゃるほとんどの方は、この選挙が始まるまで、飯山あかりっていう存在をね、えー、ご存知なかったと思うわけですよ。 ね、全然知らなくて、しかもあの、えー、地元でも、ね、何でもない人間、えー、そういう党の名前も全く無名と。そういうね、完全無名。えー、そういうね、えー、私のような、えー、候補者が急に、えー、選挙始めて、シャラーンと急に現れたにもかかわらず、2万4264人もの方が私に投票してくださったと。もうそれに関しては、ね、本当に、えー、ありがとうございますというふうに。えー 申し上げたい。で、私はね、その、私に投票してくださった方は、もう間違いなく、私の、まあ、政策、これに、まあ、共感してくださったと。もうその一重に尽きると思うわけですよ。ですから、まあ、皆さんはね、えー、その、私たちの陰で、その、日本を豊かに強くっていう、そういう、あの、目標に向かって、まあ、一緒に、これからもね、 えー、歩んでくださるであろう、そういう、ね、仲間、あるいは私がよく、ね、使う表現ですと、まあ、家族だというふうに思っております。私は日本人はね、ほとんどの日本人は日本を豊かに強くしたいと思っている、えー、そういう仲間だと、家族だというふうに思っています。日本というね、一つの、こうなんていうかこう、日本という船にこう乗っている家族ですよ。ドーンとみんな乗っている。で、その日本が全部が豊かに、強くなってほしいと ほとんどの、えー、日本丸の乗組員はほとんどみんなそう思っているはずだと私は思っている。だからね、その家族はね、あのー、その船からね、仲間をね、キーとか蹴落としちゃいけないんですよ。みんなで協力して頑張んなきゃいけない。そういう仲間だというふうに思っております。でね、あのー、とはいえ、 そうね、私を、私に投票してくださった方とか、あるいはね、この選挙期間中に私を応援してくださった方の中にはね、お前そんなこと言ってるんだったら、なんで中国区のね、支部長辞めんだよと、と、えー、いうふうに言う方、いらっしゃるわけですよ。それね、なんかあの、無責任とかね。あの、結局ね、えー、落下さんじゃないかとかね。 最初からやる気なかったんだろうとかね。えー、所詮選挙のためのね、えー、そういう肩書きだったんだろうとかね。逃げるのかとかね。あーまあ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 、いろんなことを言ってる人がいますよ。はい。まあその中にはね、応援してくださっていた人もいるんでしょうし、あるいはね、あの、いわゆるあの、アンチの方々もね、はい、たくさんね、いるんだというふうに思いますよ。で、あの、 えー、それについてね、私は申し上げたいのは、まあの、応援してくださった方の中でね、えー、そういうふうにお前は中国のね、支部長を辞めるんだった。それはもう見損なったとか、無責任だとか、えー、いうふうに言われるようでしたら、まあ、あの、それはあのご期待に応えることができないであの、大変申し訳なかったですというふうに、まずは謝りたいと思います。はい、申し訳ございませんでした。 えー、で、まあ、なんでね、じゃあ、あの、支部長辞めるかというと、それは、あの、日本保守党の、あの、まあ、発表にもあった通り、まあ、あの、体調が悪いから、ということでございます。でね、えー、まあ、じゃあ、どんなふうに悪いかというと、まあ、具体的には、まあ、いろいろあるんですが、まあ、これはね、私、あの、えー、選挙期間中から、えー、ちょっと、あの、 えー、言っていたことをね、あのご記憶の方もいると思いますが、まあ、えー、頭痛、頭痛ですね、頭痛。それから耳鳴り。えー、あと、不眠。あとは、まあ、いわゆるフラッシュバックですね。その場面、その場面がこうあのこう思い出されるということですね。で、そうなると、あの まあ、動機がするという、バクバクするという。まあまあ、そういった、えー、諸症状があると。で、これらの症状は、あもう、はっきりと、えー、4月19日から起こったんですよ。それ以前は、なかった。全くなかったです。それが急に4月19日をもって始まった。4月19日の、えー、まあ、夕刻以降ですね、から始まったと。 で、えー、この、ねえー、症状は今も続いてるんですねで、えーと。じゃあ、お医者さんに行ったのはいつかっていうと、えー、4月29日です。えー、じゃあえ、ね、4月19日に、ね、症状が始まったのに、なんで4月29日まで医者に行かなかったかっていうと、選挙だったからです。はいまあ、選挙期間ってね、あの短い、意外と短い、12日,12日間しかなくて。 でであのものすすごく忙しかったんですねで朝から晩まで、えー、朝8時から夜8時まで、えーまああのまあ、外で、えー、活動していいということになっていて、まあ、その期間あのフルで活動しないともうどうにもならないわけですねですから、えー、私は、まあ、あのその時間をね、えー 自分のそのために使うということは基本的にできないわけですよ。特に私はまあまあ完全無名候補である上にあのメディアからも完全に無視されていると。だから私はほっとけばね、あのテレビとかね、やってきて私のことをね、えー、メディアで宣伝してくれるところも一切ない。あ無視。ほぼ完全に無視。新聞もほぼ完全に無視。ですからもう私はもうとにかく街に出て その江東区の人たちに自分の政策を自分で訴えると。それしかやる。それしかできないわけですよ。その他にやる、やる、できることがないと。ですから、まあ、その選挙期間中は、まあ、そう、朝8時から夜8時まで、まあ、ずっととにかく外でいて、ずっと喋り続けるとやってたんですね。ですから、あの、あお医者さんにかかる時間がなかったと。というわけで、選挙が終わった日の翌日に、はい、あのー、 病院に行きました。それで、えー、まあ、ある診断が下されたと。でそれはね、あの今のところはあの、えー、公開していないんですけれども、まあ,あの、何、うん、て言うか時期が来て公開すべきだと思ったら公開しようと思っております。今のところは、まあ、公開しないと。で、で、まあ、ある症状があると。で、まあ、 まあ、病名があると。で、えー、お医者さんにはね、もうあの、診断書をいただいてるわけですね。えー、で、そこには、あの、こう書いてあると。で、えー、連日の選挙妨害活動、過去、拡声期を使用した、誹謗症、暴、非、な、言葉、などにより、上気発症したと考えるというふうに。 えー、診断書に、ねえー、書かれているということなんですね。で、あまあ、あのこれから、えー、治療しますということになっております。で、えーっとまあ、要するにそういう理由で、えーまあ、東京・中国の支部長をこれこれこの、このまま続けて、 これから、だから次の選挙に向かって、また政治活動をするっていうのは、ちょっと難しいということなんですね。で、えー、っと、その日本保守党の執行部。 執行部というのはね、あの前から申し上げている通り、えー、百田代表と河村隆共同代表と有本さんと広瀬さん、この4人ね。で、えー、執行部からは、えー、私に対して、えー、東京15区の支部長を、えー、続けてほしいというふうに言われました。えー、で、私は、えー、続けてほしいと言われたので、えー いや、それは、あの、大変ありがたいことではあるんですが、私、あの、ちょっと、体調を崩しておりまして、で、お医者さんにかかったところ、このような、えー、診断が下りましたと。そして、えー、診断書も今、いただいてまいりましたと。で、診断書もね、えー、等の方に出して、えー、がって、えー、大変なの申し訳ないんですけれども、 東京15区の支部長をこのまま続けることはできませんというふうに、はい、あのー、申し上げました。はい。で、ね、えー、まあ、で、えー、その執行部の方もお、そういうことでしたら、えーまあ、残念ですが、えー、まあ、仕方ありませんね、ということですね。 あの絶対続けろみたいなことではないです、はいえー。まあ、そういうことですね。で、じゃあね、えー病まあ、具合が悪い、体調が悪いと。で、まあ、えーまあ、要するに病気だと。えー、病気だから、まああの、続けることができないっていうのもね、えー、それもあるんですけど、まあ、他にもあるわけですよ。他にもいろいろあって、 このね、じゃあその病気のその原因は何かというと、まあ、あの、診断書ではね、えー、もうお医者さんが、えー、まあ、えー、まあこの、まあ、連日のまあ選挙妨害活動により、えー、発症したと考えるというふうにね、えー、お医者さんはまあ診断書に書いて、えー、くださっていると。そしたらね、あの、まあ、原因は、 もうはっきりしているわけですよ。だって他にないから。他にないんですよ。全くない。他に全然ないと。で、えー、それはね、考えたときに、その原因を作った、あの、団体およびね、その、成員、メンバーたちというのがいるわけですよ。はっきりしているわけですよ。もうはっきりしてる。誰が原因を作ったのか。 いつ原因を作ったのか、はっきりしてるわけですよ。だから4月19日の豊洲ですよ。あの、長谷川さんがいらした時ですね。あの時の妨害、はっきりしてる。それがきっかけなんですよ。そして、それがきっかけで、その後も、ずーっと、ずーっと、私に対して、ものすごい妨害を行って、皆さんが、 知ってるものだけじゃないです。皆さんが知らない。だって、あの選挙区間長はね、ほとんど、えー、私あの、予告して、えー、の外選ってほとんどしてないですよね。その後、ずっと、ものすごい妨害になってきたんですね、私ね。これね、妨害って言ってもね、皆さん妨害って言っても全然イメージつかないでしょ。イメージつかないと思って、私ね、先日ね、そのね、えー、わずか、 わずかな秒数。2分ですかね。2分の動画。こういうことですよって、妨害って、あなたたちで妨害ってね、皆さん妨害的に聞いてもね、なんかちょっと、ちょっとワイワイ言うぐらいね、イメージするかもしれないですけど、私があの連中から受けてきた妨害っていうのは、具体的にこういうものですとい,というね、動画をね、皆さんに少しでもね、えー、ご理解いただけるようにということね、動画をちょっとアップしました。ああいうことが連日続いたんですよ。一日中ですよ。 これはね,、えー、もうね、私にとってはね、もう大変な恐怖だったわけですよ。はっきり言ってね。私はあのメンタル強いですよ。申し上げたようにね、えー。でもね、メンタル強いっていうことは、恐怖を感じないっていうことは全く,かん全く違うことですよ。怖い、怖いです。ただ、ね、その怖いという、怖いから、 じゃあどうするかってとかは違ってくるわけです非常に怖い。非常に怖いけれども、でも私にはね、責任があるわけですよ。だって東京中国やらなきゃいけないと。選挙も迫っていると。だからとにかく一日中改選しなければいけないです。もう決まってるわけですよ。ミッションですよ。ですから、すごい怖いけれども、でもやらなければいけないって、そういうことなんですよ。だから、やり続けました。いや、まかりメンタル弱かったっていうふうにね、またこうやってね、あの、こういうことに、ね、は言ってる人といますけど、 あんたみたいな人ね、ほんとね、あの、どっか行って。ほんとうるさい。メンタルが、ね、弱かったら今こうやって話してない。ふざけんじゃないよって話ですよ。どっか行けよって感じ。ですから、私は、あの、やんなければいけない仕事を続けたと。こういうね、チャットとかにもね、本当にね、そういうね、連中がね、たくさん、たくさん現れるわけですよ。私のことはね、なんだかんだと記事つけて文句言うと。お前何ができるんだ、チャンスだ。顔さらせやと文句,言文句言いたいんだったらね。 名前さらしていいよって話ですよ。この卑怯者っていうね。こういう連中がね、私のところにね、こうね、群がってきて、私のことをね、潰そうというふうにね、必死でやるわけですよ。卑怯者がね。卑怯者の集団どもが。でね、私はね、だからね、やったわけですよ。怖いけどね。怖いけどやり続けてた。そして、この連中は、選挙が終わってからも、私のことを、家にね、つるとか言ってるわけですよ。 これね、もうね、続けらんないですよ。家には私だけがいるわけじゃないですよ。家族もいるわけですよ。どうしてくれるんですかっていう話。ですからね、これね、もうね、あのね、もう続けられないですよ。あっきり言って。こんな状況でね。しかもですよ、この連中、これだけのことはね、私にしておいて。 私以外の人もいろいろしてるんでしょう。私に対してものすごいとんでもないことの指摘。少なくとも私はとんでもないというふうに理解しています。実際は私は、ええー、まあ病気になったと。これだけのことをしといてね。しかもさらに私のことは家にね、とつるとか言って、こうやってね、祈が予告してるわけですよ。でも今もね、自由にね、活動してるんですよ。全くおとがめなし。 警告されただけでしょ自由に行動してると。ということはね、私に対するこの加害行為ですよ。これをね、今後も自由に続けることができるっていうんで、そういうことですよ。その状態でね、私どうやって政治活動を続けるんですかって話ですよ。誰も守ってくれないですよ、もう。もう党の人も誰もいないですよ。自分でやらないときは一人でね。 一人でどうやってやるので、また危害加えてくるんですよ。誰も止めてくれない。警察も止めてくれない。メディアも問題にもしない。誰も、誰も守ってくれない。で、あいつらやるって言ってるんですよ。全然おがめないし、自由で。全部こう、選挙活動で、あの、政治活動の自とかね。自由だっつって、合法だっつって、やり続けるっつってんですよ。こんだけに言われといてね。 どうやって続けるんですかって話ですよ。無理でしょ普通に考えて。私だけじゃないですよ。私も家族にもね、危害が及ぶ可能性があるんですよ。できるわけないじゃんって話。それで何私一人で街に立って。政治活動しろって。で何、えー、また奴らがやってきたの耐えろって。妨害に耐えろと。暴言に耐えろと。そういうことですかって話ですよ。 無理です、はっきり言って。無理、はい。ですから、まあ、現実に今すでに、あの私あの、体調も良くないし、今後もね、だってやるっ,つって言ってんだから、やるって言ってて、その、やるって言ってる当事者がね、そ加害者はね、自由方面なわけ、自由にプラプラしてるわけ。元気に、俺たちの自由だっつって、俺たちの活動の自由だっつって、合法だ合法だっつってね、やりたい放題ですよ。 そしたらもう自分で自分を守るしかないでしょ他かはどうすればいいんですか誰が守ってくれるんですかって話ですよ。ですから私はちょっとあのそういう,そう,いう、ね、理由もあってああの続けることはできないというふうに、えーまあ、考えて、えーまあ、党の方には、えー、まあ,あの体調不良と、えー、いうことでほ、えーまあ、他にもあのいろいろあるわけですよ。 体調不良だけじゃないと、今後まあ続けることができない諸事情というのがね、あるということなんですね。はいえー、ですから、あのまあ、これについて、えーそうね、皆さんの中でその無責任とか言われる方がいるようでしたら、はい、無責任で申し訳なかったですというふうに申し上げるしかなかったですと。 でもね、皆、どんなに、誰にね、無責任とかね、いろいろなあの、非難されようと、罵倒されようと、私は自分で自分を守るしかないんですよ。じゃあそうやってね、私のことをね、お前無責任だとかね、逃げた、逃げたとかね。それこそまさに連中が言ってることですよ。山かり逃げるのかーって、ずっと言ってたでしょ。お前逃げんのかーって。あの連中と同じですよ。皆さん、私のことはね、お前逃げたとかね。 無責任とか言ってる人。同じですねっていう話ですよ。そうですかと。逃げますよと。だって逃げない逃げなかったらどうするんですかやられっぱなしになればいいんですかでまたね、えー、また襲われて、また攻撃されて。それ皆さん見て喜ぶんですかやったやったつっ,って。で山火事がやられてるって皆さん見て、それを喜ぶ。それ楽しいそれ。逃げないってそういうことそう <laughs> いうことですよ、皆さん。そういうの見たいんですかね。 何ですか皆さんって話ですよ。はい、ですから、まあまあまあ、ね、そういうことに言う人はねあ、まあ、言っておきなさいと。まあ、まあそういうしかないですね、私はね。はい、でねあので、妨害っちゅうのもね、皆さん、あのまあ、大きい音でね、 あの、いろいろね、私が、あの、まあ、19日、4月19日の、その、豊洲の、長谷川さんがいらしたときに、大きな音を出して、私のことをね、呼び捨てにして、わけのわからないことをね、繰り返し、繰り返し言ってたでしょでね、あのね、あのー、ずっと同じこと繰り返し、繰り返し、繰り返し、繰り返し言ってたでしょえー、あれがね、あのね、あのー、 ちょっと油断すると、頭の中をね、こう、回っちゃうわけ、ぐる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 。例えば、今、今、ほら、私、こう、喋ってるじゃないですか。ここで喋ってたり、あるいはもう、もう、仕事しなきゃいけないから、仕事始めてんだけども、こう、書いてるって、書いて集中してるときとかは、あのー、まあ、大丈夫なんだけれども、あのー、ちょっと気が、気をね、抜くと、それが回っちゃうわけ、頭の中ぐる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 。ちょっと油断すると、どんどん出てくる。 で特に、あの、特に、あの、一番人間がリラックスする時間あるじゃないですか。例えばね、私だったら、あの、リラックスできる時間って、例えばお風呂の中とかね、あと寝る前の時間とかね、これ、まあ、リラックスできる時間じゃないですか、普通ね。自分の、あの、ゆっくりできると。ところが、その時間に、で要は、その、あんまり、この思考をう巡らせない、のんびりしているはずの時間、 そうなると、それがぐるぐる回っちゃうんですよ。そのね、連中が私に対して投げつけた暴言の数々。それはね、もうぐる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 回っちゃう、頭の中に。で、その声がぐるぐるぐるきちゃうと。で、あと、それと同時に、そうね、あの、いろいろな、 恐ろしいいシーンっっていうのがあったわけね例えばその連中がねあのまああの例えば N, N っていうやつとかねあと K っていうやつとかいるわけですよ。N とか K っていうのはねあのものすごいあの、まあ、でっぷりとした、まあ、中年太りのあの 男なわけですよ、はい、二人ともねで私はこんなんでしょこんなあの細くてちっこいじゃないですか。私の前にその中年太りがね男が立ちふさがって。